どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、50歳を過ぎたらやった方がいい練習。これを皆さんに伝授していこうと思います。ゴルフは、ずーっとできるんですね。50、60、70、80歳になってもできるのがゴルフです。90歳でもやってる方いらっしゃるんですね。その、長くゴルフをやってほしい。そんな思いで皆さんに様々なことをお伝えしてますが、50歳過ぎると、無理はいけません。無理をしないように長くゴルフをするためにこの練習をぜひやってみてください。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん頑張ってますね。この動画見てくれてるすべての方、本当に感謝してます。最後までぜひ見てみてください。それでは早速いきたいと思います。50歳過ぎたら無理はいけません。体痛めてしまいます。腰とか肘とか、肩が上がらない、腕が上がらない、そういった方が多いんです。その中で、このユーティリティクラブを練習してほしいんですね。そして、何を意識すればよいか。それは腕の回転。ユーティリティクラブはヘッドスピードが出しやすいんですね。アイアンよりもユーティリティ、非常に打ちやすいんですね。ですから、腕の回転を意識して、振ってあげると、ボールが結構楽に距離を出せることができるんですね。ボールをやはり遠くへ飛ばしたいという、そういう思いが、ほとんどの方持ってるんですけど、やはり、フェアウェイウッドになると、ちょっと打ちにくい、長いなと感じる方が多いし、アイアンだと、ちょっとボールが上がらないとか、ヘッドスピード出ないんだよな、そうすると無理に、こう振ってしまっても、あ、もう OB になってしまったと。結構そのスイングを崩してしまう方が多いんですが、この、ユーティリティクラブは、非常にヘッドスピードが出やすいんですね。アイアンよりもちょっとだけしか長くないので打ちやすい。そしてクラブヘッドがウッドのような形状をしてますので、ウッドのようにしっかりとボールを前に飛ばしてくれるんですね。その中で、いやーさすがにちょっと体も硬くなってきたし、最後のフィニッシュがなかなか最後まで取れないんだよね。途中でこれぐらいのところで止まってしまうんですよね。という方でも、ボールが飛んでくるんですね。そこで、意識すべきは腕の回転です。腕が回転しないことには、クラブは加速しないんですね。ですから、この構えた状態から、腕がくるんと、こういう状態ですね。ここまで回ってあげれば、大きく振り抜く必要はありません。ちょっと体が止まっても、このチャンネルではしっかり左体重移動しましょうね。それをお伝えしてます。それは本当に大事なことなんです。ですが、ちょっとそこまでいかなくても、50歳過ぎたらですね、無理してはいけないんです。腕が少し回転していけば、ちゃんとヘッドスピードは出せるようになりますので、この練習をぜひたくさんやってみてください。これは体に非常に負担が少ないので、肘とか肩とか腰とか、そういう、結構要となる部分、腰なんかはね、要ですよね。ですから、そういうところを痛めずに、ずっとゴルフを楽しく、プレイすることができますので、ぜひ、ユーティリティクラブで腕の回転を意識したショット、これを試してやってみてください。練習も結構、ボールがスパーンと飛ぶような感じになりますので、楽しくできますので、何よりも楽しいと感じることができるかどうか、それが大事なポイントになります。苦しんで練習している方、まあ中にはいらっしゃるんですが、まあそれが、苦しいことがまあ楽しければいいのかなとは思いますが、本当に辛い思いしてやることはないと思います。いかに楽しめるかというのが、大事なポイントかなと思いますので、ぜひユーティリティクラブを腕の回転、これを意識してやってみてください。ドリルはこの腕の回転を意識したドリル、これが一番効きますので、それも取り入れてやってみてください。最後に高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。